今日の学食も混んでるね。空席見つけられてよかった。先輩、コッペパン焼いてきました。どうぞ食べてください。えへへ、かすみ先輩好みのいい匂いですか。嬉しいです。ちなみに今日はコッペパンは全粒粉を使ってあるんですよ。昨日はライ麦入りだったね。かすみちゃんのコッペパンはいつも美味しそう。美味しそうじゃなくて美味しいんですよ。どうしてもって言うなら歩夢先輩も食べてもいいですよ。1個の10分の1くらい。あははは、ありがとう。にひひ、あったじゃなくてあるんですよ。これから。これから？あ、もしかしてセンター投票の結果？そっか、今日が締め切りだったよね。そう、かすみんが虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会のセンターとして確定する日です。当然です。スクールアイドルとして実績のある刹那先輩とか、大人っぽくてセクシーなかりん先輩とか、ちょっぴり手ごわそうな人たちもいるけど、私の愛らしさは誰にも負けませんから。かすみちゃんかっこいい。コッペパン配ったり、掃除当番代わってあげたり、課題を移させてあげたり、学食の席を確保してあげたり、菓子もいっぱい作ってやりましたからね。皆さん、心の準備はよろしいですか？じらさないで早く教えてよ。ドキドキするね。クイーンは誰になったのかしら。緊張でゾワゾワする。再会だったらどうしよう。リナちゃん大丈夫だよ。1位かもしれないよ。あれ？でもそれだと私は1番になれないことに。あれ？どんな結果でもそれが学園の皆さんの総意なら受け止めます。はるかちゃんから必勝お守りもらったから1位のはず。皆さん怯えすぎですよ。結果はもう決まってるんですから。さあ刹那先輩、ドドーンと発表しちゃってください。わかりました。では発表します。センター投票第1位は